ブレイブス6、2ドジャース、13日、日本時間14日、トユルーイストパーク。ドジャース大谷翔平投手、30は、1番 DH でスタメン出場。4打数無安打に終わり、47本塁打、48盗塁、のまま、足踏みとなった。1回の第1打席は中飛、3回の第2打席は空振り三振、5回の第3打席は左飛。 8回の第4打席は空振り三振と快音は響かず自前だった。打率は2割9分。ドジャースはわずか5安打で2得点と打線が繋がらず、序盤の失点を取り返せずに敗れた。試合後のロバーツ監督は我々には良いスイングもあったが、相手にストレスを起こすように脅かすことができなかったと淡々と振り返った。